それでは時間になりましたので、次の講習、を行いたいと思います。よろしくお願いします。私はメタボローム解析の紹介ということで、カズサ DNA 研究所というところから来ました桜井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、私たちの研究所はですね、千葉県の公益財団法人でして、カズサ DNA 研究所というなんか変わった名前の研究所なんですけれども、ゲノムの解読ですとか、CDNA のコレクションとか、そういうことを、主にやってきた研究所です。で、人の研究に関して言いますと、脳の中に含まれる割と波長の長い CDNA のコレクションというのを昔、収集しまして、そういった研究を進めていました。で、それなんですけれども、約10年前、ちょっと前ぐらいですね、やっぱり DNA の、設計図である DNA の、働きをよく知るには、そのプロダクトを見ることも必要だろうということで、メタボローム解析というのもするようになってきました。で、そこで私は機械から出てくるデータの解析ですとか、データベース作り、そういうのに携わってきています。ということで、今回メタボロームの紹介をさせていただきたいと思います。で、まずイントロダクションなんですけれども、メタボロミクスというのは、代謝産物を一斉に網羅的に検出する技術ですよということです。で、オミックス研究の流れで言いますと、ゲノムがあって、で、そこから転写された転写産物、トランスクリプトームがあって、翻訳産物であるプロテオームがあって、その働きによっていろいろな代謝産物ができると、こういう流れになっていると思います。で、そこで一つ注目したいのはですね、遺伝子の配列の情報というのは、実はここのプロテオームのアミノ酸配列までしか引き継がれていなくって、で、ここから先っていうのは酵素反応とかですから、このゲノムの情報自体があまり使えないんですね。ということで、メタボローム解析というのはこの上の3つに比べるとちょっと隔たりがあって、少し解析がしづらいというふうなものになっています。はい、ですけれども、基本的な流れとしては、定量するものがこういった化合物の、組成ですとか、その定量値ということになるわけで、出てくるデータとしては、遺伝子発現の解析で発現量のデータと、あまり変わりがないということになるかと思います。ということで、メタボロームデータというのは、要するにこのような形の表になって出てきます。で、いろいろな成分があって、サンプルごとにその定量値が出ていると。こういうテーブルを想像されると思います。いわゆるメタボロームデータは、成分表だということが言えると思います。ということで、こういうのが手に入れば、遺伝子発現解析などと同じように、いろいろな統計的な解析をしたりですとか、あるいは生物学的な理解を深めるためにマップに当てはめてみたりとか、あとは多変量解析などを行って、例えば病気と関連があるマーカーを見つけようとか、こういうことに使えるんじゃないかというふうに考えるわけです。ということで、こういうことを期待するわけなんですけれども、現実は割とそういうふうにいかなくてですね、ここの表自体がですね、なんかちょっとこう曖昧なものにあってくるという現実に直面することになります。で、例えば私が知りたい成分というのは、こういった脂肪酸とか見たいんだけれども、今回 分析したデータにはそこがごっそり抜けているですとか、そういったデータが出てきたりします。あるいはほとんどのものがアンノーンで、何か分かってたとしても成分1かもしれないとか、成分2か3か4とか、どれかにしてくれっていう感じですけれども、こういうデータが出てきてしまうわけです。ということで、こういうのを目の当たりにするとすごく面食らうわけなんですけれども、こういった意味で成分の網羅性も低いですし、あるいは非常にこの分析で得たデータっていうのは他のやつとは比較できませんよと言われたりとかする、そういった再現性とか定量性とかにも問題があるということになります。で、こういったことというのはですね、実はそこの、データの生産プロセスがあって、で、これが理由で仕方なくこういうふうになっているんですけれども、なかなか、そういうことをこの辺をよくわからないとですね、このものを信じれるところだけ信じて先に進めてしまうですとか、そういったこともありますし、そもそもここから解析をやる気をなくしてしまうとかいうこともあると思うんですね。で、本日はですね、事前に皆さんに書いていただいたアンケートとかを見ましたところ、実際にメタボローム解析をもうすでにされているって方は割と少数
で、これからやることを検討しているですとか、多少興味があるという方が多かったものですから、今回はですね、こちらのどうしてこういうことが起こってくるのかというようなことを中心にお話をしたいと思います。ということで、本日の内容なんですけれども、前半はですね、一般的な話ということで、どうして、どういった装置でどういうデータが出てきているのか、それが網羅性とか再現性とかにどういうふうに関係しているのかということ、あるいはどんなデータ処理がされて、データが出てきているのか、このあたりの基本的なことを、お話ししたいと思います。多分、前半の4、50分ぐらい、こういった座学的なことをちょっと紹介させていただきたいと思います。で、その後でですね、講習会ということで、そういった曖昧なデータが出てきたりするんですけれども、そのデータから、さらに自分でどんなことができるのかということをですね、実際に手を動かしてもらいながら、やっていただきたいと思います。データベース検索ですとか、ウェブツールに触れてみると。で、それで、そうですね、そういったことを行いたいと思っています。ということで、まずはこちらのどんな装置でデータが出ているのかというところからお話をします。で、まずはですね、化合物のにはどういう多様性があるのかということを踏まえてお話をしたいと思います。で、こちら化合物の数を示したものなんですけれども、こちらですね、かなり前のデータなんですが、生物が持っている遺伝子の数ですとか、基地の成分の数から見積もった場合の、生物種ごとの、化合物の数を書いています。で、10年以上前ですけれども、微生物は数百ぐらいしかないだろうとか、人とか動物では数千ぐらいだろうとか言われていました。で、これ1生物種あたりです。で、ところがですね、最近化合物データベースっていうのがいろいろ出てきていまして、生物ごとの、ものっていうのはあるんですけれども、酵母とか大腸菌でも2000を超えるものっていうのが登録されていますし、今人ではですね、HMDB というこれカナダのアルバータ大学が作っているデータベースなんですけれども、4万とかあるんですね。で、これ人がそんなにたくさんのものを作っているのかということなんですが、実は人の血液とかに入っている化合物っていうのは、主に食べたものがそのまま入ってきたりするので、そういったことも含めて、期待値とかも含めてこの数が登録されているということです。とにかく、かなりたくさんのものを相手にしなければいけないという状況だというのがお分かりいただけるかと思います。またこちらは一般のデータベースですね。京都大が作っているKEGですとか、天然物のデータベースですと、奈良先端大が作っているナップサックというデータベースですとか、あとこちらは非常に巨大なものもありますし、あと天然物以外ですと、パブケムとかキャスにはもう6000万、1億とかいった非常にたくさんのものがあります。ということで、究極のメタボローム解析というのは、これらを全部検出できる技術なんですけれども、実際にはそういうことはできません。でも、なるべく多くを見たいということは、化合物に、全部共通している特徴を抑える、装置があればそれを検出できるということになります。ということで、メタボロミクスで使われる主な検出装置は、質量分析装置ですね。化合物には必ず重さがありますので、それを見る質量分析装置が主に使われます。で、これは最近非常にこう技術が進んできていて、感度も非常に高いということで、ハイスループットの解析に向いているものです。で、それと双方的にですね、NMR も使われます。で、こちらは感度がマスに比べて低くって、解析に時間がかかるんですけれども、化合物の立体構造というのを知ることができるので、狙ったものを決めていったりとかするところで、双方的に使われている、こういう技術です。さあ、これで一応質量分析器でマスは測れるんですけれども、化合物の性質というのは非常にこう、いろんなものが、多様なものがあります。水に溶けやすいものから溶けにくいものですとか、揮発するもの、そうでないものとかいうのがいろいろあります。で、さらにですね、生態の中では非常に存在量っていうのもこうバリエーションが多いです。例えばホルモンみたいにすごい微量で効いてくるものですとか、一方ではその植物の中に入っている多糖ですとか、そういうものすごくたくさん蓄積するものとか、そういうものがあるわけです。ですから、そういうのを全部一気に測るっていうことはなかなかできません。ということで、ものを見たいと思ったら、その見たい対象の化合物によって適切な抽出というのを行う必要があって、で、場合によっては濃縮などが必要です。
ということで、一つの分析で全ての代謝物を測定するということは残念ながらできません。ということで、どうするかというと、いろいろな方法を組み合わせるということをやるわけです。ということで、主に使われる装置をここに示しましたけれども、クロマトグラフィーと質量分析というのを組み合わせた解析というのがよく行われます。で、ガスクロマトグラフィー質量分析 GCMS では揮発性の成分ですねを主に測ります。匂い成分ですとか、テルベン類とかで、糖や脂肪酸とかアミノ酸、こういったものはですね、有糖体化ということをすることによって結構熱に安定な揮発性物質にすることができるの でこれも GCMS で測ることができます。で、2番目のリキッドクロマトグラフィー、液クロですね、液クロマス、LC マスについては、これは非常に最近よく使われる技術でして、一般的な有機化合物ですね、あと植物の二次代謝産物ですとか、そういったものをかなり広く使える技術です。で、一番下のキャピラリー電気エドマス、これはですね、イオン性の化合物で、有機酸、アミノ酸、トーリン酸などこういった割とセントラル代謝に近いところのものを測定するのに向いた機器です。で、こういったのをそう測定したデータを総合して、本当はメタボロームというということになるかと思います。はい、ということで、使われる装置の種類についてお話をしました。で、ここでですね、質量分析計についてちょっと掘り下げて紹介したいと思います。で、質量分析計にはいろいろ型があるんですけれども、基本的な一番基本的なものとして四重極型のマスというのがあります。これはですね、この十字にこのポールを置いておくんですけれども、でそれにこう周波電流電圧というのをかけますと、そうするとここのチャージを持ったイオンがですね、ちょうどこのその周波電圧と釣り合ったものだけがこっちの検出器に到達するという、そういった原理のものです。で、周波電圧をずっと上げていくと、小さいマスから大きなマスまでが順次検出器に届いて、それが検出されると、こういう原理です。ということで、四重極クワドロポールということで Q と言われます。で、この下側のイオントラップ型というのは、実はこのクアドロポールのこの電極の形をちょっと変えて配置しているというような感じのイメージのもので、ここに入ってきた電荷を持ったものがここのところで飛んでいかないでとどまっているんですね。で、というわけでトラップ型っていうんですけれども、でそれで、電圧を変えてやると分子量の小さいものからここから飛び出てきて順次検出されると、こういったものです。こういった形のものもあります。で、あと2つあるんですけれども、飛行時間型マス、TOF っていうのは、これはですね、こう分子量が小さいものほど早く移動するという性質があるの でここ の飛んでいったある距離を飛んでいった時間を測定して、そこからマスを換算するというものです。で、もう一つのフーリエ変換型マス、これはですね、非常に精密質量が得られるものなんですけれども、電磁力っていうなんかそういう公式があったと思いますが、磁界の中に、こういったイオンを入れてあげると、ここでイオンサイクロトロン運動っていうのをするそうなんですけれども、この回ってく速さがですね、その分子量によって異なってくるというものです。で、そうするとここに検出器を置いていくと、いろんなものがこう混ざり合っていろんな速さで回ってるっていう信号がこう出るんですが、でこれをですね、フーリエ変換という数学的な式を用いますと、マススペクトルに直すことができると、こういった原理のものです。ということで、ざーっとお話ししましたが、全て覚えていただかなくて結構です。で、一つ注意していただきたいところは何かと言いますと、ここでですね、検出される分子というのはイオン、電荷を持った粒子として検出されるということです。ということで、質量分析ではこの単位、質量電荷比というのを使って M オーバー Z というのを使って、表します。はい、で以上が質量分析の原理なんですけれども、ということで、質量分析ではものがイオンとして検出されるという話をしました。ということで、クロマトグラフィーで分離されたものっていうのは、質量分析機に入る前にこのイオン化装置というものを使って、まずイオンになる必要があります。で、ここも非常に重要なファクターなので、これについても少し掘り下げて紹介したいと思います。はい、
で、イオン化にはですね、いろいろな種類があって、ここに書ききれないぐらいすごくたくさんあるんですが、2つ紹介したいと思います。で、電子イオン化というものですね。あと、こちらはハードイオン化法といって、イオン化されると同時にすごく化合物がバラバラにばらけてしまうんですけれども、そういったものです。で、もう一つはソフトイオン化法というもので、ここでは ESI、エレクトロスプレイイオン化というのを紹介したいと思います。で、この他にですね、いろいろあるんですけれども、タンパク質向けにマルディと、マトリックス支援レーザー脱離イオン化とか、こういうのもありますし、あと最近ではですね、非常に流行っているのが、アンビエントイオン化法といいまして、測りたいものはそこら辺の、そこら辺にあるものですね。例えば、紙幣の表面とか、リンゴの表面とか、なんかそういうのを直接測りたいというようなイオン化法というのもいろいろ開発されています。で、この2つについて、電子イオン化と ESI についてこれから紹介をいたします。はい、まず電子イオン化法なんですけれども、これはですね、まず GC マスだけでほぼ使われます。で、他の時には使われません。で、こういったフィラメント、電熱線から電子がバーッと出てくるんですけれども、資料をそこに当てまして、で、それでかなりエネルギーを加えて、イオン化するというものです。ということで、ここの時点で資料がこう当たった時に、これフラグメント化されるんですね。ということで、これもともと単一の分子なんですけれども、EI でイオン化されると同時にこのようなフラグメントになって検出されてしまうと、そういったものです。で、これがEI ですね。で、もう一個の ESI についても紹介します。で、これはですね、LC とか CE で使われるイオン化なんですけれども、このように LC からこう出てきた液ですね、これとマスに入るまでの、ここの間のところに、高電圧をかけてあげますと、この出てきた順にですね、こっちが、マイナスなので、プラスがこっちに引かれて、こういうふうに移動するんですけれども、でその時にですね、最初に液滴の中にこうイオンが存在する状態だったのが、どんどんこっちの電極に近づくにつれて、まあ、いろんな蒸発したりとかして、最終的にはそのイオン分子がチャージを持った形になって到達します。で、実際はここで何が起こっているのかっていうのはまだ完全には仕組みは解明されてないそうなんですけれども、まあ、とにかくイオンとなってここで入っていくと。で、この時にですね、分子としてその分子自体がチャージを持てるようなものであると、このまま電荷を持っていくんですけれども、そうじゃない場合は、例えば水素がついたりとかナトリウムがついたりとか、こういった状態でイオン化されて中に入っていくということになります。で、このイオンを負荷イオン、イオン負荷分子というんですけれども、こういう状態になるということです。で、ESI の特徴はですね、まあ、こういった分子ができるということと、あとこの電極をこう逆転させることによって、プラスチャージを持ったものを検出するモード、ポジティブモードと、あと逆のネガティブのモードというのを切り替えて使うことができるという特徴があります。あとそれからですね、非常に大きな問題なんですけれども、このところでですね、LC で溶離されたものが順次イオン化していくんですが、で、その時にですね、ちょうど同じ溶出時間、強溶出してくるものの中に、まあ、いろんな物質が含まれる可能性があるんですけれども、その他のイオンの他の分子のイオン化を妨げるような物質が入ってたりとかするんですね。で、そういったことによってイオン化の効率が変わってしまうという現象があります。で、それをマトリックス効果とかイオンサプレッションとか言うんですけれども、そういったことが起こるというのが一つの特徴です。で、これが非常に定量性に関わってくる問題となっています。でですね、だいぶ話ばっかりで眠くなってしまうのも多いかもしれませんが、もう少し続けます。で、もう一つ大きなマスを読み解く上で大きなファクターとして、フラグメント化という問題があります。先ほど EI でお話ししたときに、EI っていうのはイオン化と同時にフラグメントに壊れてしまうんだって話をしたんですけれども、もともとの全固体のイオンが何かしらエネルギーを受けて細かくちぎれて、そのスペクトルが得られる、これをフラグメント化と呼んでいます。で、その起こる
場合というのが先ほどの遺伝子4価を紹介したんですけれども、もう一つですね、重要なものとしてこれをあえて起こさせるということができます。でそれはまあ、具体的には不活性ガス、アルゴンガスとかに分子を衝突させるんですけれども、そうすると、こういうふうに、まあ、ある、まあ、構造の弱いところがちぎれてですね、でそれでフラグメントが生じるということになります。で、そうですね、でそれで、このフラグメントがですね、代表的なもので衝突有機乖離 CID とか、それにもうちょっとエネルギーを高くしたような HCD というのがよく使われます。でこれについて少しまた詳しくお話をしたいと思います。でこちらはですね、まあ、LC マスにおけるそのフラグメント化なんですけれども、こちらには、三連四重極型マスというのを書いておきました。これは先ほど紹介した四重極っていうのが3つつながった形になっています。でそうしますと LC で分離してきたものがここでイオン化されて、で第1段階のところでこれはイオンが選択されます。例えば410だけをこう通しなさいということでここで選択されます。でその後に2番目のところ ここはガスに衝突させるだけなんですね。でそれでここでフラグメント化が起こって、で3番目のここのところで、壊れたものを検出すると、でこういう形になります。でこのような解析を、MSMS 解析と言います。ということでこの MSMS 解析というのは化合物の構造を知る上で非常に重要なものとなってきます。でこれ今三連四重極型についてお話ししたんですが、イオントラップ型のマスを使いますと、これをですね、イオントラップというのはここの一つの部屋の中で CID で壊して検出するというのを何回も何回も繰り返して行うことができます。でそうしますと最初410というのを選択して、それをますますを取って、でそれで出てきたフラグメント、その中の今度は289というのを選んで、そのスペクトルを取るというようなこともできます。ということで、こういった場合は多段階 MS ですとかマス2マス3と言ったりとか、こういうことをしますので覚えておいていただければと思います。でということでマスマス解析というのは非常に化合物の構造を知る上で重要な情報を与えてくれるんですけれども、お話ししたようにこのまず最初に一つ選ばないといけないんですね。一つ選んだものをエネルギーをかけて壊さなきゃいけないということになります。ですから例えば分子量100から1500までを今全部スキャンしたとして、それについてマスマスを取ろうと思ったら、その例えば1マスずつこうやっていったとしても、まあ、約1500回分それを繰り返さないといけないんです。でそうしますとなかなかこう現実的な分析の時間の中ではそれが行うことはできません。ということで今まではそのマスマス解析というのは狙ったいくつかのものしかできない状況でした。でそれがですね最近になりまして、もっとますます網羅的に取りたいということで、そういった技術というのも出てきましたので紹介したいと思います。でそれがデータインディペンデントアクイジションというもので、メーカーによる呼び方ではエビサイクスさんでしたらスボスとか、ウォーターズでしたら MSE とか、サーモさんでしたら V ダイヤとかオールイオンフラグメンテーションとか、まあ、そういった呼び方をするんですけれども、そういったテクノロジーがあります。で、まあ、どういったものかと言いますと、従来のデータ依存的な解析では、例えば、まあ、ずっとリテンションタイムごとにスキャンしていくわけですけれども、ここのあるスキャンの中で例えば強度の強い順に何個選んで、それをますますを叩きなさいと、そういったことをやっていたわけです。でその時はマスのレンジを非常に絞ってですね、このピークスペシフィックに 0.1 ダルトンの許容範囲でこれを叩きなさいというようなことをしていました。ということでこの叩ける数に限界があったんです。でところがこの、データ非依存型 の解析になりますと、それをですねもうちょっとこのマスのレンジをちょっと絞らずにすごく広い状態で取って、でこれをまあここに入ってきたものは全て叩くというようなデータの取り方となっています。でそうしますと大体これ例えば25ダルトンずつだとしますと、まあ1500取ったとしても60個ぐらいですか、60回ぐらいスキャンすると取り切れるので、ということで、まあ、現実的にまあデータを得ることができると、こ
こういったものです。でところが一つの問題としてはこの25ダルトンとかいう広いレンジと取りますと化合物の成分というのは一つではないのでここで出てきたデータがどのピークに由来しているのかというのが、分かりづらいという状況になります。でこれはですね実はデータを取った後のデータ解析で克服できることでありましてで、であります。で具体的にはどうなるかといいますとこちらに書きましたけれどもプリカーサー元の親イオンですねそれの象徴がこういうふうになってきたと2つの成分があったという場合にですねでその時点で得られたますますのデータをこういうふうに対応付けをしましてで同じような形で同じ時間に出現しているもの同士を対応付けするとここの、このように赤いピークっていうのは赤いこちらのピークから得られたますますだということが後で解析できるとこういったものです。ということで最近こちらのテクノロジーを使った分析というのがいろいろされ始めているという状況です。はい、ということで、ハードウェア的な側面をちょっとかなり細かいところまでお話ししましたけれども、化合物には非常に大きな多様性があるのでそれを全て網羅することはできない。でこれはもう仕方ないことだと思っています。かなり技術が進んでもこれを克服することはなかなかできないと思っています。ということで、抽出や濃縮が必要になったりとか異なる分子的技術を組み合わせる必要性はどうしてもあるということです。でそれから、質量分析というのはイオンを検出するというものなのでここでも制限がありまして、そもそもイオン化されない化合物というのはどうしてもマスでは検出できない。これはどうしようもないことです。でそれで、化合物によってはイオン化方法というのを選択する必要もありますし、あと先ほど少し紹介したイオンサプレッションという問題も起こりますので、ということで、定量性などもこのあたりを気をつけないといけませんよということです。であとは、化合物の構造を知る上でフラグメントの情報というのは非常に大切だということも紹介をしました。ということで以上で、ハードウェア的な側面の話は終わります。でその次に、このようなデータからどういうデータ処理がされて私たちが手にするデータが出てくるのかという話をしたいと思います。でそこでですね、ちょっとそれをする前にですね、少し皆さんに手を動かしていただいてですね、実習の準備をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、お配りした資料の中で、こういう青い帯で書かれた実習の項目が書いたものがあると思うんですけれども、そちらの方をご覧ください。でそこでですね、この後に使うデータ一式をまずダウンロードをしていただきたいと思います。で手打ちで申し訳ないんですけれども、こちらに出ている WebS2 CASA.orgp でこちら のデータベースウェブサイトにアクセスしていただけますでしょうか。でこちらこの講習のためにちょっと私の方でテンポラリーに作ったものですので、パスワードがかかっているので、すいませんが、その、お手元の資料にあるパスワードを入れて、アクセスしてください。じゃあ、大丈夫そうでしたら先に進めたいと思うんですけれども、とりあえずですね、このダウンロードっていうのは少し皆さん一斉に行うと時間がかかるかもしれないので、とりあえずダウンロードをポチッとやって、そのまま次のお話も聞いてください。よろしいですかね。はい、じゃあ先に進めたいと思います。はい、でどんなデータ処理がされているかというお話です。はい、でここではですね、主に化合物の同定についてお話をしたいと思います。どのような形で化合物が同定されているかというところです。で、クロマトグラフィー質量分析でデータを分析しますと、このように化合物というのはクロマトグラフィーの溶出時間に沿ってある質量子でこういったピークとして検出されるということになってきます。でそれで、こういった分析での同定というのは基本的にはですね、生成表品を使って、その生成表品が同じ溶出時間で同じ、そのところに出てきたということを見て、それで同定と言います。で、その他にですね、UV スペクトルがあるものでは UV スペクトルを取ったり、 GC マスの EI のスペクトルが取れるものはこういったものを取ったり、
あとはマスマスの情報があればそれも一致しているかを比較したりということを行います。こういった総合的なことを見て行います。でただですね、質量分析ではそのクロマトグラフィーでなかなか分離が難しい光学異性体ですとかそういったものっていうのは分離できませんので、そういったところまでは厳密には分かりません。ですので、そういったレベルの同定だということをこれから私がお話しする同定というのはそういう意味だということでご理解いただければと思います。でそれで、一番大事なことはですね、何かというとこういった表品との比較というのを自分がそのサンプルを測定した同じ装置 で同じ条件設定で行わなければいけないということです。ここが非常に大切です。で例えばクロマトグラフィーでちょっと溶媒が違うメーカーのものを使ったというだけで溶出時間というのはずれてきたりしますので、そういった意味で全く同じ条件でやるというのが非常に望ましいということです。ということでこういったことが、できれば同定はできるということですね。ということで、こういった表品が手に入るものはですね、それを使って同定というのをたくさん高速に行っていくことができます。でこちらはですね、先ほどお示しした三連四重極型のマスなんですけれども、第一段階で ある表品のそのマスだけを通過させて、で2番目の、Q2 のところですね、フラグメント化させて、3つ目のところで、イオンを選択、スペクトルを得ると。でこの時にある表品についてはこの第1段階でこのマスを選択させて、第3段階でこのマス、この構造のマスを選択すると非常にこの化合物に特徴的に高感度に検出できるって、そういうマスが見つかってきたりします。で他の強雑物ではこれはここのところは出ないんだけれども、この化合物に由来してここだけ出るということが、そういう組み合わせっていうのを見つけることができてきます。でこういうのをこういったふうに、2つの質量で、絞り込みを行って、化合物を特定するというのをマルチプルリアクションモニタリング MRM と呼んだりするんですけれども、でその時の、Q1 と Q3 でのマスの組み合わせですね、これを MRM トランジションと呼んだりします。で、この MRM トランジションはですね、装置によってはどの溶出時間の時にだけこれを適用しなさいというようなプログラムを組むことができたりしますので、1回の分析で非常に多数の化合物というのを検出することができます。ということで表品がたくさん自分のところで手に入るという状況であれば、こういったものを全部組んでですね、でこれを数百の化合物について検出する、でいわゆるワイドターゲットメタボロミクスというのがこれで行うことができます。こういうことをされている研究室もあります。でところがですね、やっぱりこれをやるには生成表品が必要なんですね。ということで生成表品が手に入らない場合はじゃあどうするかという問題なんですけれども、こういった時にはちょっと譲ってですね、自分では測定できないけれども世界の誰かが測定したデータと比較するしかないということになってきます。でそうしますと溶出時間というのは、そもそももう比較ができないわけなので、あと頼りになるのは、こういったスペクトルの情報だったりします。ということでメタボロミクスではこのマスのスペクトルライブラリーというのがいろいろ充実してきています。ということで、スペクトルを比較していくということですね。でこれについては実習の最後の方でちょっと行いたいと思っています。はい。でところがですね、このスペクトルライブラリー、これもよく考えるとどっか世界中にどっか表品があって、それを測らないとこのライブラリーが得られないということになります。ということで表品が得られないようなものはじゃあもうどうしようもないのかということなんですけれども、それをですね、なるべくこう同定はできないけども推定していくということが一応できるようになっています。でそのための手がかりというのがいくつかあるので、それをここでは紹介したいと思います。はい。でいくつか得られる情報はあるんですけれども、まず質量値ですね。質量も精密な質量が得られると組成式が分かったりします。でそれから、こちらのピークですね、ピークも隣接するものをちょっと見ていくと同位体ピークというのが見つかってきて、でこれによって炭素の数が分かったりとか、価数が分かったりします。
それから、同じ溶出時間に出てきている他のピークに注目するとですね、先ほどのイオン化されている状態、アダクトというのが分かってきたりします。このあたりを少し詳しくお話ししたいと思います。まずは精密質量に関してです。で、精密質量というのはどういったものかというと、こちらに示したようにですね、例えば 287.0548 みたいな小数点3桁4桁までが正確に決まるというものです。でこれはですね、フーリエ変換型のマスですとか近年のトフマスっていうのは非常に質量精度が上がってきているので、こういったもので、検出できます。でこの時に質量精度 PPM という単位をよく使うんですけれども、これは何かと言いますと、ある質量の差分をですね、その質量値をベースにして表した100万分率になります。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、例えば分子量が1000だった場合には、1ppm の分子量1000における 1ppm の誤差はどれくらいかと言いますと、この 1000×1ppm の100万分の1ということで 0.001 ダルトンということになってきます。このように分子量に従って誤差の精度というのが表される場合があるということで、覚えておいていただければと思います。で、そうしますと、フーリエ変換マスとか近年のトフマスは 1ppm、2ppm ぐらいの精度でマスを測定することができます。でそうしますと何がいいかというと、元素にはそれぞれ精密な質量があります。で炭素は 12c というのは、これは定義の値なので12ぴったりなんですが、水素は実は1ではなくて 1.0078 とか、こういった波数を持ってるんですね。でそうしますと、ここで得られた精密な質量に合致する組み合わせはどれかということを計算しますと、これは鶴亀座みたいな計算をするんですが、そうすると結構絞り込めて、これじゃないかということを推定できるということですね。でこれが非常に推定の大きな手がかりとなります。はい。次に同位体のピークについてお話をしたいと思います。13C の安定同位体ピークというものなんですけれども、こちらは実際のデータでエピカテキンというものを測定した時のマスなんですけど、これ横軸がマスですね。でそうしますと、ここのピークの後ろにですね、約1マスずれてこういうふうにちょっとずつこうトレースが見えてくるんですね。でこれが何かということなんですけれども、でこれは実は天然に存在するカーボン炭素の、安定同位体のピークです。で天然にはですね、炭素は、約1マス重い 13C という安定同位体を約 1% 持っています。ということで、このエピカテキン、C が60個ある構造ですけれども、これの中のカーボンのどれか1個でも 13C に置き換わっていると、ここのところにシフトしてしまう、こういうことですね。でこういったことで、こういったのがあるので、こういった同位体ピークっていうのが見えてきます。はい。でこの情報を使うとですね、実は構造の中にある炭素の数というのを大体見積もることができます。これどういうことかと言いますと、こちらにグルタチオンを書いておきました。でこれはですね、実測値を見ると分かるように 13C のピークは非常に小さいんですね。でこれ大きく違うわけです。でこれどういうことかと言いますと、こっちのエピカテキン4量体の C が60個もある中で、その中の1個が置き換わる確率を考えてみると、たった10個しか C がないグルタチオンの中の1個が置き換わるよりもはるかにこっちの方が確率が高いわけですね。ということで、こちらの比率が大きくなっているということになります。でこれをうまく使いますと、本当は非常に細かい計算が必要なんですが、大体の目安としてこの 12C と 13C の、この比率を取った時のパーセンテージが大体カーボンの数になってくるというふうなことになっています。これ 63% だったけれども、比較的元は60個であると、こういう形ですね。グルタチオンの場合も 11.5% がで C が10個だったということで、このカーボンの数を絞り込めるということになります。で同じようなことを考えますと、他の元素でもいけるんじゃないかということを思うと思うんですが、実はこれは硫黄ですね。 S についてはそれは非常に明確に分かってきます。
で、グルタチオンはですね、実はここに S が1個入っているんですけれども、このピークよく見ますと、ここのところにピークが見えます。で、S というのは普通は 32S なんですけれども、それよりも2マス重い 34S という安定同位体が 4.2% のかなりの量あるんですね。で、そうしますと、ここの2マスずれたところ、ここですね。で、こう拡大してみると、13C とはっきり区別できるところにこの 34S が見えてくるということで、あ、こういうのが見えれば、S が入っている構造なんだなということがわかります。こういったことも非常に重要な情報となってきます。で、今この解析の話をしたんですけれども、実は気をつけなければいけないことがありまして、マスには測定するときの分解能というのがあります。で、今 13C が2個あるものと 34S がはっきり分かれるという話をしたんですけれども、これは実はですね、非常に高い分解能で分析したときしか見えないんですね。で、低い分解能で測定しますと、このようにこれを分離することができないという状況になります。ですので、データを見て 34S のピークがないからといって、ないんだというふうに結論付けるのはちょっとまずくてですね、必ず分解能がちゃんと分離できるぐらいのものかどうかっていうのを確認して、それを判断するようにしていただければと思います。はい。で、次にですね、同位体のピークを使って価数の判定をするということです。で、安定同位体ピークの話をしましたけれども、生データを見ていきますと、こういう状況がよくあります。で、これ 12C と 13C の、ピークの、距離を示しているんですけれども、ちょうどこの真ん中辺に別のピークが出現するとか、なんか3等分されていると、4等分されているとか、こういった状況が出てきます。で、これはですね、実はこの価数が1価として検出されたか、2価か3価か4価か、こういった違いなんですね。で、これがどうして起こってくるかという話をちょっと原理的なことをしておきます。で、例えばですね、マスが分子量が600という分子を想定して、それが2価として検出されるということを考えてみます。で、そうしますと、2価として検出されるので、今この状態ですね、 2H2 プラスだとしましょう。で、そうしますと、600に、H が2つついて602になりますね。で、それがチャージを持った時に、これが検出されるのは質量電荷比ですから、2になった時にこれを半分に割らないといけないんですね。で、こういった状況になります。で、これをですね、同位体ピークについて考えてみると、こちらのように、M プラス 2H で同位体ピークのプラス1が来るので、603になります。で、それを半分にすると、こういう波数が出てくると、こういったことですね。で、こういった原理で、この間のピークが見えてくるということになります。ですので、データを得たときに、その、イオンが何価として検出されているのかというのは、こういうことでちゃんと見て判断していなければいけませんよと、そういうお話でした。はい。で、最後にですね、アダクトの判定という話をします。で、先ほどこれをお示しした図ですけれども、ESI のイオン化をされるときには、このようにイオンができる過程で、そのまま分子がチャージを持ってないようなものっていうのは、こういうふうに H がついたり NA がついたりしてイオン化するというお話をしました。ということで、これはここの LC の溶質のところまでは変わらないんですね。で、それでここでイオン化されるときに初めてこう起こってくる、こういった問題です。ということで、その分子の重さを考える上では、そのこの検出されたときに、それがどういった負荷分子として検出されているのかというのを見極めることが非常に大切になってきます。で、それはどうやって見極めるかということなんですけれども、このように、仕組みから考えると、同じ溶質時間に必ず同じような形状として検出されるはずです。ということで、このように同じ形を持ったピークっていうのをまず見つけてきまして、で、ちょっとでも外れているものは、こういったものは除外するんですね。で、それで、その上で、ここの両者のピークを見比べた時の、マスの差ですね。これが、例えば、ナトリウム引く H と全く一致していたならば、じゃあ多分こちらの分子量の高い方はナトリウム負荷帯で、こっちはH の負荷帯だろうと、こういう判断をするんですね。ということで、
こういうことを見極めながらやらなきゃいけない。そしてデータベース検索をするときには、この検出されたマスからですね、ナトリウムのを引いて電子の質量を加えたものを、もともとの M 分子の分子量だとして検索しなければいけませんよということです。ということで、これ非常に大切で、このアダクトの判定をこうちょっと間違えるだけで全然結果変わってきますので、そのあたりは注意してください。ということで、小まとめですけれども、質量分析による化合物の同定というのは基本的には表品との比較が必要になってきますよということです。ですけれども、表品を入手できるものというのは非常に限られているので、なるべく表品がなくても推定できる方法、手がかりを集めたいということです。ということで、手がかりになるものとしては組成式の候補ですとか、炭素の数、硫黄の原子の有無、それから価数ですね、アダクト、それからもちろんフラグメントのスペクトルなども非常に重要な手がかりとなってきます。ということで、長らく説明ばっかりでしたけれども、皆さんがまず最初に手にするメタボロムデータというのはどういうものかというと、表品との付き合わせがしっかり行われて同定されているものであるか、あるいはその表品がない場合にこれらの蒸気の手がかりを手がかりから何かしら推定した結果であるか、あるいは両方が混ざった状態か、そういったものになるということです。ということで、この手にしたデータというのはそういったものとして解釈して、解析を進めるということを考えてみてください。で、こういったデータなんですけれども、曖昧性を含んだものだから何も役に立たないかというと、そういうことではなくてですね、いろいろな曖昧性を含んだままでもいろいろな解析ができます。で、そうしますと、その解析の結果、このピークに注目したらいいなというのが絞り込むことができるんですね。で、こういうふうに絞り込んだときに、じゃあこれが本当に何だったんだろうかということを考えるときに、今お話ししたようなことを参考に、いろいろご自身で解析を進めていくということになると思いますので、そのように役立てていただければと思います。で、ちょっとこれは私たちの宣伝ですけれども、ということで、こういうことに細かいことにいろいろ注意を払いながら、私たちソフトウェアの作成というのをしていまして、パワーゲットというエキクロ用 のツールを作っています。で、これですと他のピーク抽出ソフトでは全然こう精密に質量を見積もれないところを、パワーゲットというのは しっかり取れるですとか、あとこれを元にしてアダクトの正確な判定ができるなどと、こういったことができるようになっています。で、これなんで私たちこういうのをこだわってやってるかということなんですが、今メタボロのデータを利用されている方っていうのは結構表品でしっかり決まってきたもののデータしか使わないとか、あとピークもしっかり見えているような代表的なものしか使わないというようなスタンスの方が多いんですけれども、それではもったいないと、出ている データは全部使いたいというふうに思っています。ということでですね、なるべくいろんな小さなピークまで含めてアノテーションと言ってるんですけれども、注釈をつけていきたいということで解析をしています。ということでですね、今のこのソフトを使うとですね、この出てきたデータの、ほとんど全てのものについてこういった特徴付けをできるというのが私たちの特徴となっています。はい、でお話ばっかりが続いたので、最後にですね、手を動かしていただいて、メタボロンデータの解析というのを少しやっていきたいと思います。はい、で、皆さんデータの方ですね、ダウンロードはできたでしょうか。大丈夫ですか。と言って、私がダウンロードしなかったんですけれども、こちらですね、パスワードとか問題なく入れました。で、それで、ダウンロードですね。で、こちらボタンポチッと押していただくと、多分先ほどNGS の解析で落としたどこだっけ、ダウンロードというフォルダーに落ちると思うので、すみません、私がダウンロードしてなかったので、ちょっと時間がかかってます。はい、落ちてきました。じゃあ、こんな感じになってますでしょうか。
で、そしたらですね、先ほどこれも実風の形式なので先ほどと同じように回答していただきたいんですけれども、先ほどどうやって回答しました、ダブルクリックでしたっけ、ダブルクリックですか、あ、ダブルクリックして、うん、出てくるウィンドウの回答です、あ、なるほど、ダブルクリックして出てくるウィンドウのこのあたりです、展開とかですか、で、全部回答するんですか、あ、はい、あ、じゃあそしたら、先ほどと違うやり方ですいませんお願いいたします、はい、ダウンロードのフォルダを開いてこの ZIP の ファイルがあると思うんですけれども、この手順についてはその実習の2ページ目ですね、書いておきました。でこれ右ボタンを使ってこうドラッグして別のところに移動させて、でデスクトップとかでいいと思うんですけれども、ここで右ボタンを離しますとこういうふうにメニューが出てきます。でこの中で展開というのを選んでください。はい、展開で、そうするとこのようにどこに展開しますかみたいな聞いてくるので、まあ、これそのまま展開としてください。でそうするとですね、ちょっとしつこいんですけれどもパスワードをまた聞いてきますので、先ほどのウェブにアクセスしたのと同じですね、そのパスワードを入力をお願いします。はい、そんなに秘密にするほどのものではないんですけれども、まあ、一応ということでかけておきました。ということでこのような形でデスクトップに回答したフォルダっていうのができましたでしょうか。皆さん大丈夫ですか。うまくいかないという方いたら、あ、じゃあそしたら大丈夫そうなので先に進めさせていただきたいと思います。はい、まず準備はまあこれで OK ということ でそしたらですね、実習の2ということで、まずはですね、観測された、M over Z の値から化合物を検索するというのをウェブサイトを使ってやってみたいと思います。で、先ほどですね、データをダウンロードしたこの AJAX 薩摩ページのところにそのウェブサイトへのリンクを貼ってありますので、そこをポチッとクリックしてください。まずはケムスパイダーというところですね。でこれをポチッとクリックするとおそらく、まあ、みんなでやっても大丈夫だと思うんですが、アクセスできると思います。はい、でこのサイトはですね、今のところまあ、化合物のデータベースっていろいろあるんですけれども、それを、まあ、一つのサイトに集約させたみたいなところで、まあ、一応ここに来れば大体の化合物は網羅されているみたいな、そんな感じ のサイトです。で、こう化合物の情報がいろいろ入っていて、データベースの数にするとなんか400ぐらいのものが集約されていると言われているんですが、ちょっとそのマスからそのものを探すっていうことについて言うとちょっとやり方が分かりにくいところがあります。ということで、この実習2に従ってちょっと進めていきたいと思います。はい、で、まずキミスパイダーですね。でそれで、目標にしたい調べたいマスというのは今、この0って書いてありますけれども160.086145、これですね、この値を、まあ、とりあえず使いたいと思います。はい、でやり方ですけれども、この、キムスパイダーのサイトでアドバンスドサーチっていうのがあって、これをクリックしますね。でそうするとですね、なんかいろいろな方法で探せるよっていうのが出てきます。ストラクチャーを変えてみたりとか、なんかエレメントを絞ってみたりとかあるんですけれども、この中で分かりにくいんですがイントリンジックプロパティというのがあるので、これをクリックしてください。でそうするとですね、モレクュラーフォーミュラで探せますとか、モレキュラーウェイトで探せますとか、いろいろあるんですけど、一番後ろの方にですね、モノアイソトピックマスというのが出てきます。見つかったでしょうか。でモノアイソトピックっていうのは先ほどお話ししてた 12C のピークと同じ意味ですね。アイソトープではないものですということなんですけど、まあ、アイソトープではないというか一番分子量が小さいものですね。小さいものではないか、すいませんということです。でここのところに先ほど、まあ、検索したいと言った 160.086145 というのを入れてみてください。
で、さっきAjax サツマのページのところにこういった数字をこう書いておきましたので、面倒な方は、手打ちが厄介だという方はここでコントロール C を押して、でこのウィンドウにコントロール V とやってコピペしてみてください。はい、こうやって入力できると思います。でそれで、こちらの横のところにはプラスマイナスどれぐらいの許容範囲を与えるのかというのも書いてありますし、であと入力なんですね、こう何にも案内がなくて不親切なんですけれども、このところでイオンのアダクトを選びます。こういったところでアダクトというのは非常に関連してくるんですけれども、でチャージとしては今プラスなのでプラス E というのを選んでみましょう。でこの状態でずっとまた下の方に行ってサーチボタンというのがあるので、でこれを押すと初めて結果が出てくるという形になります。でサーチしてみてください。そうしますとこのような形でなんかいろいろ候補が出てきますよということで、なんかマスだけで探すとこんなにいろいろ出てきて、じゃあ何なんだっていうのがよくわからないと、こういう状態になるんですね。はい、そういったモヤモヤしたところもちょっと感じ取っていただければと思います。で個別にこうやって開くとなんか情報が初めてここで名前が出てきたりとかするんですけれども、まあ、こんな感じになってたりします。はい、だいたい検索できたでしょうか。まあ、これはこんなもんだというふうに思っていただければと思います。でもしこういった操作とかうまくいかないようでしたら画面でやってきますので、こちらに集中していただいても結構です。大したことやってないので、はい、でよろしいですか。じゃあそれでは次に、実習3ということで、また違ったウェブサイトでこれを調べてみたいと思います。同じマスを今度はですね、HMDB という人のデータベースです。でこちらも先ほど紹介した私の作ったサイトの方にリンクがありますので、そこからたどってみてください。じゃあそしたらですね、その中で、またサーチをしていきます。で、括弧1、サーチのマスサーチ。サーチっていうメニューの中にマスサーチというのがあるんで、これを選びます。このサーチも、このサイトもいろいろなものがあって、なんかスペクトルのサーチもできたりするみたいなんですけれども、まあ、今回はマスサーチというのを選びます。でそうすると、ちょっとまあ広い入力ウィンドウが出てくるんですが、ここのクエリマスっていうところに先ほどの160点なんぼというのを入れます。で、ここはですね、またちょっと選択するものが、項目が少し違ってですね、ポジティブ、ネガティブか、ニュートラルかみたいなのが出てきます。これが先ほどのイオン化するときのモードの話ですね。で、それで、このアダクトのタイプとしては、これも今回も M プラス H というのを選びましょう。真ん中辺にあります。で、それで、こうですね、トレランス、こう書いてあるのは単位が選べてダルトンか PPM かということなので、今回はどうしましょう、 5PPM ぐらいにして検索してみましょうか。はい、ということで入力できたらサーチボタンでサーチするという形です。割と早く結果が返ってきたと思いますが、まあ、これもこのような感じでたくさん候補が出てくるということです。で、調べたかったのはこのフェニルアラニンなんですけれども、まあ、同じフェニルアラニンと同じ組成式を持っていてもこのようなものがたくさんあるよということですね。はい、というようなことでした。皆さん HMDB での検索でできたでしょうか。はい、でここで2つのサイトで検索していただいたんですけれども、ちょっと感じ取っていただきたかったことは何かと言いますと、サイトによってですね、どこのメニューをたどっていったらいいかとかよく分かんなかったりですとか、検索の仕方とかちょっと分かりづらいという側面があるんですね。なのでそういったところがちょっとまだメタボロの界隈ではやりづらいところがあるなというところを感じていただきたかったということです。例えばですね、ケグについて言いますと、ケグでケグも、まあ、化合物のデータいっぱいありますけれども、このマスを持っている化合物っていう検索をしようと思うと結構難しいんですね。
で、あの普通のメニューの方からはたどっていけなくて、API とか使わなかったりできなかったりとか、まあ、するので、まあ、そういった難しさがあります。ということでですね、あの私はそういった難しさを感じたわけなので、それがなんとか簡単にできないかということで、あの、まあ、ツールの開発などをしていたので、それをまあ少し紹介したいと思います。で、あのここで先ほどダウンロードしていただいたあのものの中からですね、あのマスツービューアーというツールがあるので、これを使ってあの見ていきたいと思います。はい、でこれあのダウンロードして回答していただいたものですけれども、これの中のマスツービューはこれダブルクリックして開くと、まあ、このようなメニューというかファイルが出てくると思います。でこの中であのランバットっていうのをダブルクリックしてください。そうするとなんかちょっと嫌な警告が出てきたと思うんですが、これは無視して実行としていただいて、あの起動していただきます。でそうするとあの皆さんのところでちょっと環境によって起動するまで時間かかるところもあるかと思うんですけれども、あのうまくいくとこういったツールが出てきます。でこのツールはですね、あの、まあ、今お話ししたようなやりにくさとかいうのを私たちが感じる中で、自分たちが解析するために作ってきたツールなので、まあ、この講習のために少しあのアレンジしてあの、まあ、ここであの使っているというものです。はい、これを使って見ていきましょう。ということでですね、質量値からデータベース検索するツールというのは、ここのメニューのツールメニューの MF サーチャーというところに入っています。このやり方は実習4のところに書いてあります。はい、MF サーチャー。そうすると、あのこういったあの検索窓が出てきます。で、それで、まあ、同じように入力項目があるので、このマスのところに先ほどの160点、いくついくつというのを入れていただいて、で、アダクトのところは、あの水素負荷帯を、まあ、入れてみましょう。で検索するデータベースは、まあ、ここで、まあ、簡単に選べるようになっています。KEG ですとか NAPSAC、HTMDB、これちょっとチェックして、これで検索をしてみましょう。はい、でサーチボタンを押すと検索ができるようになっています。でそうするとですね、こういう感じで、あのまあ、各データベース をまたいで、まあ、検索ができるようになっています。で、元のサイトにたどりたいときはですね、この1個レコードを選んで、ここにリンクっていうボタンがあるので、これをポチッと押すとブラウザの方でそのレコードが開くというような感じになっているので、詳しく知りたいときはこれを見るということができるようになっています。はい、まあ、こんな感じでできたでしょうか。でそれでですね、あのまあチップスがそこ の資料の方にいくつか書いてあるんですけれども、チップスの2番目ですね、あのこれ一個一個元のサイトに戻らないと、このように構造式が見えないという、そういう状況になっているんですが、まあ、こういう感じですね。元のサイトに行かないとこれが見えない。この違いがわからないんですけれども、これをまあなるべく簡単に見れるツールというのもあの準備しています。でそれがですね、あのツールっていうメニューのモルビューワーというのをクリックすると、こういうちっちゃい画面が出てきます。これをモルビューワーのこのちっちゃい画面を開いている状態で、あ、揺すっちゃった。これですね、これが出ている状態で、こちらをクリックするとですね、KEG とかの場合はこのように構造式が出てきます。はい。こんな感じで見えましたでしょうか。で、そうするとですね、あのすぐ気づくことなんですけれども、この一番上のフェニルアラニンの L フェニルアラニンというレコード、これクリックすると、まあ、こういう形で出てきますね。でその下をやるとこの L がないフェニルアラニンというのが登録されているんですね。でそうするとこの立体がこういうふうに違うだけなんですよ。で立体が違うだけなんだけれども、データとしてはこういうふうに複数件数が返ってくるので、だから結局こう、あ、はい、MF サーチャーからサーチボタンを押しても動きます。あ、そうですか。あ、じゃあちょっとここ見ます。はい、あ、このところですね、このアダクトのところをこれ選んでいただいて、あの M プラス H プラス、あ、これで A なんで、これでとすると出てくると思います。はい、ですね、アダクトの違いが重要なんですよ。すみません、あのツールのデフォルト設定が少し良くなかったので、あの混乱を招いてしまったかもしれませんが、はい、ここの試しにですね、ここのところを例えばナトリウム負荷帯とか言ってサーチすると、多分全然出てこないとなるんですね。ここのアダクトの判定というのは非常に重要だというのを
分かるかと思います。で逆に何も出てこないからいいんですけれども、別のものが出てきたりすると、あ、そっちなのかなと思ってしまったりするので、まあ、そういったところもこう難しいところですね。はい、ということで、まあ、このような形で、まあ、ケグの場合立体が違うものっていうのは別のレコードとしてこう書かれています。ですけれども、マスで区別できるものっていうのは、まあ、そこまで区別できないわけなんですね。でしかも研究の目的によっては別にこれL 体でも D 体でもどっちでもいいやというふうに考える場合もあるかと思います。ということで、その研究する人の立場によってこれ見たいものが変わってくるというのが、ちょっと化合物を扱う上での難しさかなというふうに考えています。でそれでですね、ちょっと、まあ、チップスの2って書いてるんですけれども、こういう立体はもう見たくないということで、集約しちゃいたいというふうな気になるときがあるんですね。ということで、それが一応できるようになっています。でそれがですね、ニュートラライズド 2D というボタンがここにあるので、これをちょっと押して、でこのニュートラル 2D というのが押された状態でサーチというのを押していただくと、なんかこんな少しこう行数が減った状態になるかと思います。でこれはですね、こういった立体をちょっと無視して、原子の連なりが同じもの、このボンド のパターンが一緒のものを全部集約したものになっています。ということで、このレコード一個一個押すとですね、この右側にちょっと詳細画面がこう出てくるんですが、まあ、こういう形 で下の方にフェニルアラニン、下から2番目ですが、ここにあるんですけれども、これを押すと、そうすると、まあ、こういう形でケグにはさっきの3つが、あとナップザックと HMDB にもそれぞれ1件ずつこういうふうにありましたというのが出てきます。ということで、まあ、こういうのも見ながら、ちょっとこの検索結果っていうのを解釈していくということになるかと思います。で残念ながらここ の集約した結果のところではちょっと構造式は見えないという、まだここをつなげてないという、まあ、出来が悪いところもあるんですけれども、まあ、こういったこともできます。はい、ということで、まあ、マスの値から化合物データベースを検索していくということは、まあ、こういうことを考えながらやっていくんだよということを体感していただけたらいいなというふうに思いました。はい、ということで、実習4は以上になります。ここまで大丈夫でしょうか。マル2は、はい、あ、はい。2D を押してない状態で、選ぶ、はい。そうですね、すいません。ここの、これをもう一回サーチしないといけないです。はい、こっちが。個々のデータベースになっているときには見えるという形です。これを押すと出ない。はい。すいません、ちょっとそこら辺が市販のソフトじゃないので至っていない部分が結構ありますけれども。はい。ということでよろしいでしょうか。じゃあそしたらですね、次からは少し生のデータを 見ながら遊んでいくということを残りの時間やりたいと思います。はい。で、このマス2ビューワーのですね、この黒いフォルダーのアイコンを押していただいて、ここから開くファイルを選べるようになっています。で、おそらくデスクトップに皆さんファイルを保存していると思うので、デスクトップの先ほど回答したメタボロームファイルズを選んでいただいて、今回はですね、HUPOS001MZXML このファイルを開いてみることにしたいと思います。ファイル見つかったでしょうか。見つかったら開いてみてください。多分開いた直後こんな真っ赤かな画面になると思います。でここも開くまで少し時間がかかる端末もあるかもしれません。大丈夫そうですか。で、この生データを触ってもらうということをここをあえてやろうと思った理由はですね、メタボロミクスのデータこういうテーブルになってデータが出てくるとですね、やっぱりそこから先しか考えないんですね。そこで出てきたものってね、一応まあもう信用してしまってそこから先を考えるということになってしまいます。でも
遺伝子発現の解析でもそうだと思うんですけれども、例えばブラストであるアノテーションが当たってきましたって言ったときに、本当にそのマイクロアレイのデータでそのプローブがそこにスペシフィックに当たっているのかどうかっていうのはもう一回見たりしますよね。同じようなアイソジンがないかとかいうのを見ていったりとか、それと同じような感覚でですね、メタボロのアノテーションついているものっていうのも一応疑ってみるということをしてみてください。でその時一番いいのがですね、やっぱり生データを見るということだと思います。で生データを見るっていうことはメタボロを実際にやってる人でもなかなか見なかったりするんですね。オペレーターがそこまでデータ出してくるんだけれども、そこから先っていうのを生データを 見ずにそこから先しか考えないというのはあると思うので、せっかくの機会ですので、ここでは生データをそういう意味で触ってみましょう。はい、ということでこのような形に赤い画面出てきましたか。これ大丈夫ですか。はい、でそしたらこのデータの意味なんですけれども、どういったデータかっていうのはここに書いてます。でこれとですね、メタボライツっていうヨーロッパが作っているレポジトリのサイトから取ってきたデータです。でこれをクリックするとそのデータがどういう形で取られたかっていうの詳細な情報に飛ぶことができまして、でここはですね、この人の尿をなんかいろんな人の尿を測ったみたいな、そういうことであんまり詳しく読んでないんですけれども、そういったものですということで、人のサンプル私たち手持ちであんまり出せるものがなかったので、こういうレポジトリから拾ってきました。でそれでですね、このツールの使い方についてはこちらの講習の内容の最後の方にこういった紫の帯で書いたところに簡単な操作方法を書いておきました。ということでこれを見ながらちょっとこの中からデータを見ていくということをやってみたいと思います。はい、でまずこの真っ赤っかになっているのでちょっと濃度を調整したいなということで、これを色を薄くしてみましょう。で色をどうやって薄くするかというのは、シフトとコントロールを両方押しながらマウスホイールを回してみてください。そうすると濃度が変わると思います。こんな感じですね。こんな感じで回していくと、で回しすぎるとすごい何も見えなくなったりとかするので、ちょっと気をつけながらやってみてください。こんな感じですね。はい、でそれで見たい範囲をちょっとズームアップ、ズームインっていうんですか、したいと思った時はこのマウスの右ボタンをですね、こうやってドラッグして範囲を選択してください。操作方法の括弧2に書いてあります。でそうするとこう選んだところが順次拡大されるようになります。はい、でそれでこうですね。で何にもこうシフトとかコントロールを押さないでマウスホイールをくるくる回すと Google マップみたいな感じでこういうふうに拡大されますので、それも合わせて使ってみてください。でそれから元の全体表示に戻りたいっていう時はマウスの右ボタンをダブルクリックすると全体に戻ります。はい、こんな感じで好きなところをこう狙って探していきましょう。ということで、大体なんか簡単な操作っていうのは大丈夫そうでしょうか。はい、じゃあそうしたらですね、実習の5ということで、この尿のデータから、特定のピークをちょっと見ていくということをやってみたいと思います。で、この尿のデータの大体 5.83 分で M パー Z で265っていうのをちょっと探してみましょう。実習後のページの一番左下に書いてあります。これ割とメインで一番強いピークなのかな。ちょっと濃度を薄くして見ていくと一番こう最後まで残っている強いピークというのが見えると思います。この辺りですね、きっとこの探せそうでしょうか。で拡大していくと分かると思うんですが、先ほどお話しした同位体ピークというのがこういうふうな形で徐々に見えてくると思います。すいません、マウスホイールをですね際限なくずっと回してしまうとなんかもう元に戻れないぐらいに色が濃くなったりとかしてしまうことがあるので、すいません。はい、皆さん大丈夫でしょうか。でこんな感じでピークは見えてくると思います。
で、ここでですね、ツールである地点をこうダブルクリックしてみてください。でそうするとですね、そこを起点としてこちらにマスの差分を示すインジケーターというのが出てきます。でこれで見ると大体ここの先ほど見ていた先ほど見ていたというかこのあれがですね1マスずつの差だというのが分かります。ちょっとこう見にくくて恐縮ですけれども、でそれで、ここの一番分子量の小さいモノアイソトピックピークのところをですねこうなるべくここを縦方向に拡大していってみてください。で拡大するとき縦方向だけに拡大したいときはコントロールキーを押しながらマウスホールをクリクリすると縦方向だけにずっとこう拡大していきます。こうですね。でだんだん拡大してきました。そうするとこちらの方にちょっとまだごちゃっとなってるんですけれども、さらにずっと拡大していきます。そうするとようやくこっちの方がこうやって拡大してきまして文字が読めるようになってきて、でこのぐらいが 1ppm とか 5ppm とか の領域です。でこれがはっきり区別できるぐらいまでまだどんどん拡大してください。こうですね、こんな感じですね。でここで改めて正確にここのピークが出ているところをクリックしてください。ちょっと説明があんまりよろしくないかもしれないですけれども、大丈夫でしょうか。こういう形で正確にここのところをクリックすると、でそうするとですねここのちょうどここのところを正確にこのマス値を正確に表したものがこの上に出てきますですね。この上の M%Z って書いてある欄ですね、ここのところ、これがこのデータから取れる最大限正確な質量ということになります。でこのデータ見ますとこの装置で取られたデータというのは非常にこうなんていうか 1ppm まで拡大してもピークが全然ブレずにしっかり出ているという、この非常に精度の高いデータが出ているなというのがここでも分かります。ということで、まあ、ここまでできましたか。大丈夫そうでしょうか。はい、でそしたらですね、ここでデータの中から正確な質量が得られたので、この質量を使って先ほどと同じようにデータベース検索をしてみたいと思います。ということでここの欄に入った数字をこのように選択してですね、こうやって選択してコントロール C でコピーして、でそれで先ほどの MF サーチャーというツールにまたペタッとペーストしてみてもらえますでしょうか。すいません、操作に慣れるっていうのもちょっと時間がかかるのでなかなか無理なお願いをしているかもしれませんが、もしその質量がうまく取れないようでしたら、実習後の、中にですね、括弧2のところ、括弧2が2つあるか、265.118443.5 という数字がそこに出てますので、それを手入力で入れていただいても結構です。ということで、ちょっとそちらで入れていただいて先に進めさせてもらえればと思います。ということで、これでMF サーチャーで検索をしてみたいと思います。そしたらこのような感じになりましたでしょうか。大丈夫ですか。そしたらですね、ちょっと時間が残り少なくなってきてしまったので大変申し訳ないんですけれども、うまくいかないよという方は画面の方をですねちょっと見ていただければと思います。申し訳ありません。はい、でそうしますとこの尿のデータですね、その中で一番強そうなピークということで、まあ、取ってきたんですけれども、でその質量値が 265.118 何ぼだということが分かりました。でそれをですねデータベースで検索しますと、今 KEG と、ナップサックと HMDB っていうのをチェックしてますけれども、そこで検索すると、まあ、数件引っかかってきたという状況です。でこれで、まあ、人のデータということで HMDB っていうのを見てみたいと思います。でそうしますとHMDB には2つあって、それぞれアルファなんちゃらってやつとアセチルなんちゃらっていうのがあるんですけれども、まあ、それぞれデータベースで見てみたいと思います。で、最初はこのあれですね、アセチル N フォルミルなんとかってやつなんですけれども、これ HMDB の元のサイトに行きまして、でこうやって見てみます。そうするとですね、この HMDB って非常にいいところがあって、それは何かっていうと、
この化合物に対するうんちくがですね、ここに書いてあるんですね。で、デスクリプションのところです。で、これ見ますと、なんかこういうふうになってて、で、どこで、どういう体裁で出てきたものだとか、あと、どういう、ものの中に入っているものだとか、これは食べ物のこういうものに入ってますとか、そういう情報が出てくるんですね。で、それで、こっちの下の方だったかな。上の方か。私はちょっと人のことは非常に全然無知なので、なんだかわからないんですけれども、こっちの中の、どちらかがですね、なんか人の尿で検出される物質ですっていうのが書いてあるんですね。ちょっとどこだったか忘れてしまって恐縮なんですけれども、こっちだったかな。はい、ということで、こういう形でデータベースの方もこういった情報がリッチに書いてあるとですね、この2つのうちどっちかなって迷った時に判断の材料になるということだと思います。それをちょっと体感していただければなと思いました。ということで、こういった化合物に対する情報を付加しているデータというのは非常に大切で、で今のところこの、HMDB というのは非常にそういったところがよく作られているので参考にされてみてはいいんじゃないかというふうに思います。はい、じゃああとですね、あと少し残り時間が少ないんですが、マスのデータの取り扱いに、マスのデータの取り扱いだけ1個やりたいことがあるので、お話ししたいと思います。マスの情報を検索するということです。で、ちょっと生データの方から本当は探していきたいんですが、時間がないので、こちらの、私の準備したサイトの方にですね、検索したいマスのデータというのはもう貼り付けてあります。で、それで、実習6のところです。で、マスバンクというデータベースを使って、それを検索します。はい。でこれがマスバンクというのは商品を、ますますでフラグメント化した時の情報というのを集めているデータベースなんですが、でそれに対してサーチをすることができます。でクイックサーチというところの、これも分かりにくいんですが、サーチバイピークというところを押すと、そうすると、このますますのデータというのを入れる欄が出てきます。ちょっと時間がかかるかもしれません。マスバンクからですね、マスバンクのメインメニューの中にクイックサーチというメニューがあるので、その中でこの画面が開くんですが、このクイックサーチというのを開いた後に、さらにサーチバイピークというのをここを押さないといけないんですね。で押して、あ、やっとつながりましたけれども、こういった欄が出てきます。でこう出てきた欄の中に、本当はこれ生データから拾いたかったんですけれども、このますますの情報というのをペタッと貼り付けてあげて、でそれで、サーチっていうのを押すと、このフラグメントのパターンに合致したものがこう検索されてきます。はい、なんかサイトが時間かかったりすることがあるみたいなんですね。はい、だいぶ時間かかります。今私もやったら時間かかったので、そうですね。来ました。はい。ということで、で今私もサーチしてますけども、ちょっとだいぶ時間かかってしまっていますが、まあこういう形で検索結果っていうのはこのように返ってきます。まあこういう形でですね、フラグメントのサーチをする。これもともと元のデータというのはグルタチオンのピークだったんですけれども、それが守備よくちゃんとヒットしてきているよということが分かったと思います。はい、ということで、あとやり残したことはあるんですけれども、ちょっとこの辺りで終わりにしたいとか思います。で最後にですね、でまとめですけれども、メタボロのデータ、最初いろいろなこう説明とかうだうだお話ししましてでしたけれども、いろんな
理由でいろんな制限があります。ですけれどもお話ししたような背景を抑えるとですね、出てきたデータっていうのを改めてきちっと活かせるデータにすることができます。でそれは非常に手作業がかかったりして大変なことではあるかもしれないんですが、そういうことをやっていくことによって間違いではない本当のデータを見つけることができると思いますので、ぜひやっていただければと思います。で、今回それで実習でいくつかのデータベースを使ったんですけれども、データベースやツールっていうのはですね、こなれていない部分がかなりたくさんあります。で遺伝子発現の解析などに比べてこの辺って研究者人口はまだ少ないということもあって、なかなか至っていないところが多いと思います。なのでできたらですね、ご興味ありましたら私たちの統合データベースのプロジェクトでもそうですけれども、こういうことがしたいというのをなるべく形にしていくということがミッションとなっておりますので、ぜひですね、フィードバックをいただけたら幸いに思います。ということで以上私からの実習の内容でした。どうもありがとうございました。